日本語字幕。日本語字幕は、映画、テレビ番組等の音声や文字に付される、日本語の文字を使った翻訳、解説法。時には、日本国内でも強い方言や古典芸能の、音声には、字幕が表示されることがある。バラエティ番組などで、文字にした方が面白いセリフ、喧騒の中で聞き取りづらかったセリフを補足するため、あるいは笑いどころを強調するために入るテロップも、 日本語字幕の一種と言える場合がある。外国語音声の劇場用映画の場合、通常はセリフ1秒に対して4文字以内。なお、字幕では簡潔さがモットーとされるため、筑語訳にこだわることなく、意訳を積極的に取り入れる必要があり、必ずしも言語のセリフに忠実な翻訳がなされないこともある。日本では海外の映画を劇場公開する場合、 日本語の字幕付きで上映されるものが多い。一方、アメリカ、ドイツ、フランス、スペインなど吹き替えでの上映の割合が日本よりも多い国もある。吹き替えが当然という国の俳優が来日した際、自分の出演している映画の字幕上映に接すると、自らの生の声が他人の声に置き換えられてしまわずにそのまま観客に伝えられていることを知って喜ぶケースが多々あるという。 アメリカで字幕映画はヒットしないと言われたが、ダンスウィズルブズはネイティブアメリカンの翻訳字幕があったにもかかわらずヒットした。外国映画は字幕付きにせず、英語の映画としてリメイクされることも多い。日本映画のリメイクとしては、荒野の七人、暴行、ザリング、ザジオンジオンなど。日本人が特に劇場公開作品で字幕を好む。 理由として日本における外国語映画、主にゴールデンタイムのモノドラマのテレビ放送では吹き替えがこともあって吹き替えはテレビ的であると感じる人が多い点を指摘する声がある。最も近年では神戸新聞の記事にも書かれているように着実に吹き替えの需要が高まっている。それは2000年以降から場面の展開が早い、つまり カット数の多い映画作品が増えていったことが理由とされている。上に挙げた国以外の海外では、例、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、オランダ、ポルトガル、ギリシャ等、市場規模などから吹き替えでは、採算が取れないこともあり、その国で広く使用される言語による字幕で放送、公開されるのが主流である。また、中国では、関東語映画に、 北京語字幕が付けられたり、インド、イスラエル、フィンランド、ベルギー、ヨルダンなどの多言語国家では、二言語以上の字幕が付けられることも多い,い。一般に外国語で発せられるセリフを母国語に正確に翻訳した上で文字に起こそうとすると文章が長くなりがちであるが、日本の字幕翻訳の場合は、制限文字数が定められており、1秒あたりあるいは1行。 あたりにつき画面に出せる文字数は限られている。そのため、翻訳とは直訳であるべきという立場から評価するならば、意訳を多用する字幕の翻訳制度には難があると言わるを得ない。それに対して、吹き替えを好む人の多くは、やはり文字数の制約が厳しい字幕スーパーでは、吹き替えよりも情報量が少なくなってしまい、ストーリーが理解しがたい。 字幕スーパーでは字幕を読んでいると画面に集中できない、字幕に書かれた漢字を読むことができない、字幕の表示スピードについていけない、そもそも字幕を読むのが面倒といった意見を持っていることが多い。ただし、字幕に限らず、異なる言語を別の言語で完全に表現することは、そもそも不可能なことである。訳文がいかに言語のセリフの体位をつかんでいるかという点では、 直訳より異訳の方がふさわしい場合もある。また、一定の制約が課せられるという点は吹き替え翻訳においても同様であり、字幕か吹き替えかで翻訳の優劣を単純に判断することはできない。現在、字幕役への批判は、週刊誌やインターネットなどの翻訳とは何か、正確性とは何かといった根本的な問題まで掘り下げた議論は今後の学者の手にかかっている。 表示される字幕のことを字幕スーパー、スーパー字幕と言ったりするのはスーパーインポーズのことである。写真の多重焼き付け技術のことで映像作品においては画面に重ねて表示される形の字幕を言う。この方式が主流になる以前、無声映画の時代には画面が一旦ブラックアウトして字幕のみが表示される中間字幕形式が、それに対して スーパー字幕という呼び方をしたのが、この故障の発祥である。現代の映画界においては、字幕といえば、スーパー字幕のことを指すのがほとんどだが、稀にレトロ感を出す演出として、中間字幕が使用されることがある。映画のフィルムは、輸入にあたって、他の輸入品同様に通関と呼ばれる、政府機関によるチェックを受ける。映画の業界用語で、通関と呼ぶ、劇場映画と、 ビデオ作品、海外ドキュメンタリーなどでは、翻訳の事情及び、プロセス、社会的背景が非常に異なるため、以下で分離して示す。劇場映画の字幕を付けるにあたっては、現在では遂行の時間はあまり取られていない。最初のチェック、中間調整、最終確認の3回ほどで済ませてしまうことが多いと、される。ビデオテープや DVD に起こせば繰り返し見ることは、できるが、 輸入の後の時間的制約、フィルムからディスクやテープに起こす時間がないや、海賊版の作成を避けるため、配給会社がそれを嫌うからである。このため、字幕翻訳には非常な集中力が要求される。言語の台本が手に入れば、それと付き合わせる形で、ない場合は稀に、テープ起こしをすることもある。どのセリフを字幕として訳すか、字数制限の問題もあるためを検討する。 これを箱書きと呼ぶ。セリフ内容のチェックが終わると、フィルムのオプチカル 35mm フィルムの横に記録されている広角変調された音声トラック部分を頼りに、役者の喋るセリフの秒数、コマ数24が、秒数、写し用フィルムは、毎秒24コマを割り出し、日本語字幕に使用できる文字数を決めていく。これらの作業を、スポッティング、または、 スパットと,と呼ぶ。その際、フィルムには、ここから、ここまで字幕を入れるというマーキングを、ダーマトグラフを用いて施す。翻訳作業が終わると、これらのセリフに連番を振り、字幕を書く、字幕ライターに回す。通称、鍵屋と呼ばれる字幕ライターは、先端を研いで加工した、カラス口を使い専用の用紙にインク、あの独特のタッチで文字を書いていく。間違えた場合は、 紙をカッターナイフで削って修正する。こうして作成された原稿は映画1本につき約1000枚ほどになる。後、誤字がないか構成も行う。なおその際、字幕を縦書きにするか横書きにするかは最終的には配給会社の判断による。この用紙から 35mm フィルムサイズに亜鉛の突破を起こし、 フィルム表面に傷をつけていく形で字幕を一コマずつ刻んでいく。その際、突板がフィルム面から剥がれやすいように空気穴と呼ばれる隙間をわざと作った上で字幕文字は書かれるのが通例である。また近年ではデータをもとにレーザーでフィルム表面を短時間だけ焼き切ることで字幕を刻む技術も開発され実用化されている。 字幕が入れ終わったフィルムは、初号、あるいは、ゼロ号と呼ばれ、関係者を集めて試写室で上映チェックが行われる。ここで、初歩的な翻訳ミスが見つかることもしばしばで、典型的なものとしては、男性のセリフが、女性喋り、あるいはその逆、業界用語では、メソースが違うと呼ぶ、または、兄弟違い、ブラザーを、弟と訳したら出てきたのが、2位だった。 等と,といったミスが発覚することがある。初号フィルムに問題がなければ、これをマスターとして上映館用の映写用プリントフィルムを複製し、作業は完了である。映画字幕を本業として、現役で活躍している翻訳者は、日本全体で十数人と言われ、そのほとんどが、英語の和訳専門である、通訳、書籍の翻訳などを本業とする者が、副業的に少数の映画字幕を担当ることも、 しばしばあり、特に英語以外の言語では、当外国の研究家など翻訳を専業としない、専門家が映画字幕を担当することも多く、これら一度でも映画字幕を担当したことのあるものを含めるとず、多い。全国のスクリーン数には上限があるので、数日で一本を仕上げてしまえるプロフェッショナルの翻訳家が10人いれば、劇場公開される映画のほとんどが間に合って、 しまうということである。また、有名な字幕翻訳家が多数のスタッフを抱えて分業体制で処理しているということはないとされる。日本国外の映画の日本語字幕については常に批判が付きまとう対象となっている。言語のヒアリングができるものが映画を見ていると、原義と異なることを言っていることがわかるケースが回、まあ、るからである。ただし、これを単純に誤訳だとして求断するには、 やや問題がある。そもそも、一定時間内に観客が読み切れる字幕の字数には限りがあるため、早口のセリフなどはその過半を切って、エッセンスだけを抽出することになる。また語呂合わせやジョークの類は、そのまま翻訳することが、原理的に不可能である。そのためどうしても、その人物のセリフを、日本の文化の中でまず置き換え、再構築するという作業が必要になってくる。 日本語字幕の第一人者である清水俊二はこれをして映画字幕は翻訳ではないとまで表現しているただし上述のような短期間で仕上げるタイプの仕事が日本語字幕のやり方として定着してしまっているためか専門的な知識が必要になるような映画ではとんでもない語訳が見られることあるもちろん専門家に確認を取る翻訳者も多いがさりげなく出てくるような用語や 関与区などで見落としと思える例が散見される。また原作付きの映画などでは、映画のシーンだけを見て訳すと、現著の内容からは明らかにありえないような事実、関係を提示してしまう例もある。このほか、翻訳という特殊技能を必要とする作業を、少人数、短期間で行う以上、ケアレスミスが残ってしまうことも、珍しくない。この場合には、映画と異なり繰り返しチェックできる。 また、画面の隅に時間経過を示すカウンターが入る。劇場未公開の映画や、海外ドキュメンタリー番組などの翻訳は、劇場映画のそれより、はるかに多い。また、近年のレンタルビデオ店の増加や、さらには、最近の他チャンネル化によって、こういった、翻訳の需要は増大しつつある。このようなタイプの仕事をこなしている、字幕翻訳者は、日本全体で、 約数百名いると考えられる。ただし、兼業、在宅翻訳家なども多く、正確な数はわからない。語学系統の専門学校の中には、字幕翻訳の専門コースを設けているところもあるが、劇場映画の翻訳者として花々しく、スクリーンに名を載せることができる人物は、上記のように非常に少なく、学校ででその座を占めることは、不可能に近い。ただし、 ビデオ作品などの翻訳は在宅でも行うことができるという利点もある。また、劇場映画でも共通であるが、インド映画などの場合でも、英語しかできない翻訳者が訳すことがままある。この場合、配給会社が用意した英語訳の台本があり、それを参考にしながら日本語字幕を起こすことになる。映画翻訳が語学力の問題ではなく、 国語力の問題であると言われるゆえんである。映画字幕翻訳においては、どのシーンで、どのようなことを、どういった感情を込めて喋っているかを適切に読み取り、数秒間だけ表示される字幕にいかにして取り込むかが、何よりも寛容である。単に英語の翻訳家の方が安く、簡単に手配できるという面もあるが、日本語字幕特有の表現力を身につけている人を探すのに、 英語以外の言語より、英語の方が簡単に見つかるという事情もある。ただし、中国映画を日本語に訳す時などには、中国語に存在する敬語表現が、それをうまく取り入れられない英語などの言語通過することになり、映画やドラマの雰囲気を伝えきれないなどの問題もある。単に英語で干渉するだけであれば問題ないレベルとは、言えるが、背景をいくばくか共有する。 文化圏の映画に親しむにし、本来の言葉が持ち合わせているニュアンスが失われることは必然とは言えない。そのため、制作費用と期間に余裕がある場合には、両方の言語を習得している人物のチェックが入ることにな。映画とビデオなどの相違、あるいは制作会社などによってそれぞれ全く異なるため注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。